優勝、優勝賞の、優勝賞与の授与に入らせていただこうと思います。これが優勝賞品のパネルになります。ありがとうございます。はい、ちょっとね、このままちょっとお時間があるのでお三方、ジャッジのお三方からそれぞれ個人賞と総評の方をお願いしたいと思います。それではよろしいでしょうか。ジローさんよろしいでしょうか。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。ジローって言います。いや、いい、よかったですね。ユートのイベント、なんか雰囲気がもろに出てるイベントでした。このちょっとね、ゆるい感じというかね、総評か。そうですね、結構こう東京の学生シーンで見るバトルよりこう各々の色がまだ残ってるなっていうのをすごい感じました、うん、なんか多分自分の中で好きなものって絶対あって、例えばじゃあかっこいい、ダンスの好きな部分、なんかかっこいいところが好きとか、まあ、そのかっこいい中でもいっぱいこうかっこよさってあると思うんですけど、まあ、アニメとかと一緒ですね。漫画とかどの漫画好きみたいに言われて、俺はこの漫画が好きみたいな、でも俺はこの漫画が好きみたいな、でそれぞれの漫画の良さを分かりつつみたいな、おのおのがで相手の理解しつつ、でも俺はこの漫画なんだよねみたいなっていうのが結局ダンスだと思います。で、ある程度なんか、まあ、売れてる漫画があるっすよね、この世で、この世で売れてる漫画があるけど、そうじゃないところでもいい漫画多分いっぱいあって、なんかそこを自分の中でどこに焦点を置くかだと思ってて、なんか売れる漫画がいいっていう人もいれば、売れないけど俺が好きな漫画がいいっていう人もいれば、逆に売れたいし、いい漫画も知りたいみたいな、まあ、欲張りな人もいるし、なんかそれをちょっとおのおので、もっとみんな色が残ってたので、そこを忘れずにちょっと頑張ってください。なんかよくわかんない話なんですけど、すいません。はい、暗いですね。個人賞っすよね。一旦保留してもいいですか。まだ一旦保留です。ちょっと時間が足りなくて、はい、はい、でさっき聞いたんで、わかりました、すいません、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ジローさんありがとうございました。続きまして、ひゆきさんお願いします。お疲れ様です。です。いやー、いい、良かったですね、本当に。天気が今日は天気が最高でした、本当に。なんでなんか、ダンスもみんなのダンスも明るい感じがすげーして、すげー単純なことなんですけど、で、ちょっとまあ、なんか総評、あんまりなんかここダメだったよみたいなの言うの好きじゃないんですけど、なんだろうな、まあでもジロー君の言ってた通りっていうところは結構あって、学生シーンのバトルを結構見てる方なんで、なんか色があっていいなっていうのはあって、でなんかちょっとアドバイスじゃないんですけど、俺が今日結構見、まあ、普段ジャッジするときにちょっと頭おかしい考えかもしれないんですけど、なんか俺人のダンスを結構図形にして見てるんですよ頭おかしいですよね、多分ちょっと。だから例えば、足開くじゃないですか。したらこの足と足があって頭が端っこにあるじゃないですか。したら三角形じゃないですか、見てて。でも横から見たらこれ線なんですよ、わかりますか。で、そのいろんな形を見せてくれる人が俺はいいなって思ってて、例えばハウサーこうステップばっか踏んでますよね。したら上半身全然動かしてなかったらもうずっと同じ形にしか見えないんですよ、俺からしたら。いろんなステップやってたとしても、だからそこで体を動かしたりして、その三角形が違う形になったり、手を広げて四角形にしたり、で星の形に見せたりとか、なんかそういうのをなんか自分でちょっと図形を形を作るっていう面でやっていくと、自然と手を使ったりとか体を使ったりっていう部分に入ってくると思うんで、でその図形をいろいろとこう自分の中でいろんな図形を表現できるようになってきたら、その先は俺は
バトルって横からジャッジ見てるじゃないですか。で後ろから見てる人もいるし、だからどの方面から見てる人にもいろんな形を見せてあげるっていうのが大切なんですよ。だからさっき言った通り、横ずっとこれでいくらここでこう動いてても横から見てる人からしたらずっと線にしか見えないから、そこを形を変えてあげるっていう、そういうちょっとまあ俺はそういう考えで観点っていうかところで見てるんで、まあ例えなんですけど、そういう風にちょっとイメージして踊ったりするともっと自分のダンスの幅が広がるんじゃないかなっていうか、体の使い方とかが変わってくると思うんで、そんな感じですね。で個人賞はどうしようかな、すごいなんか良くないかもしれないですけど、俺個人賞基本女の子にあげるんですよ女の子にあげるんですよ。でも今日女の子少なかったんですよね、結構。でも、今日、まあ、でも残ってる子にあげたいですね。ピンクのスニーカーの子、ミクちゃんでいいですか。めちゃくちゃ楽しそうに踊ってて、一番俺はすげえ、こっちも笑顔になったんす。なんで今日のお天気、天気の子ですね、今日は。こんな感じです。おめでとうございます。めっちゃおめでとう。最後は菊さん、それではお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、すごい、あっという間でしたね。あっという間でしたね。ということで。いや、面白かったです。はい、2人が言ってるような感じも分かるんですけど、なんていうんですか、トレンドが良くも悪くもこうあまり感じないっていうのが、なんかまあ単刀直入、率直な感想で、都内っていろんな情報が多い分、まあいろいろ勉強にはなるんですけど、逆にそこだけ見てるとね、今度みたいな感じになっていっちゃうので、そういう分で今日独創的な方がとても多かった。そう、独創的な方がすごい多かったんですよ、見てて思って、はい、全然優勝勇気でしょ独創的じゃないですか、踊りの、ね、キャラクターも、はい、まあなんかオーガナイザー優勝でちょっとなんかみたいな、僕もなんか何年か前に自分でやって自分で優勝してみたいな感じになったんですけど、でも見てる人は正直この人たちは関係ないんで、そういうのね、なんかね、おめでとうっていう、あと開いてくれてありがとうっていうのをみんな言ってあげてください。はい。まあそんな感じですね。ダンスに関しては僕は基本的に人に嫌なことは言わないので、まあ総評っていうのもね、特にないんですけど、まあ個人的にお話ししたい人はぜひ来てくれれば、はい、総評はしないですけど。お話はします、意見交換みたいな感じで、はい、で個人賞はね、最後もう2人まで悩んだんですけど、ね、もう予選からずっとこいつだと思ってたんですけど、それをちょっと上回るやつが出てきたみたいな感じで変えました、はい、彼にします。この見た目はEXILEにいそうな、でも踊りは中村倫也みたいな、とてもスタイリッシュでこうね、爽やかな感じが僕はすごい染みました。はい、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございました。ジローさん、大丈夫そうですか。はい。じゃあ、ヒロト君で。いや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 。ちなみに、ね、なんかあっという間でしたねって言ってたんですけど、ちょいちょいヒカルさんが巻いてって言ってきた結果なのかなっていう、ちょっとよくわかんないです。そんな関係ないでしょ。そうですね。はい、それで優勝したユーティーからちょっと一言いただきたいので、はい、そうですね、優勝とオーガナイザーっていう形でね、一言いただきたいんでお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は埼玉まで来ていただいて本当にありがとうございます。はい、ソウルフリーダムは魂を自由に解放して踊りくれをメインで聞きました。今日は皆さん踊りくれましたか。
ちしちゃった人、なんかすいませんでした。あとでビールおごります。結構初オーガナイズで、なんか多少ポロとか出たりとか、細かいところに気に使えてなかったりとかもあったと思うんですけど、これからどんどん何回も続けてって、回数続けて、これからいいイベントにしていこうと思ってるので、皆さんも協力の方をお願いいたします。はい、埼玉盛り上げていきましょう。はい、これからもよろしくお願いいたします。エントリーしてくださった皆さん、ありがとうございました。この参加もありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。台本がある。